今回は、さっきモンスポットを探しにこうベラベラってこう外に出てたんだけど、でそしたらちょっと単刀直入に言うと車にひかれそうになったと。ツイッターでも多分つぶやいてると思うんだけども、まあそれが僕ちょっと自宅に戻る前にまあお腹空いたから肉まんでも食べるかと思って、肉まん買いにコンビニにこう行って、で食べてたわけです。でそう食べて、まあ自宅に戻ろうとテクテクとか歩いて行って、でその時に事件が起きたんですよ。まあ車が1台後ろからいて、車来てんなってこう把握したんですよね。僕の目で後ろから車来てんなってこう把握してたんですけども、そしたら、まあ、何があったかっていうと、僕の自宅までにこう1個の曲がり角あるんだけど、そしたら曲がり角を曲がるときに後ろの車もウインカー出したんですよね。チクタク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 チク
ね、そう、減速壁よ。で僕がその曲がり角を曲がろうとした時、車止まろうとしたのに突っ込んできたんですよ、ブーンって。そして危なくまあ引かれそうになったと。でこれが僕だとしたら、車がブーンって これなんですよ。車はここ、これ僕ですよ。危なくこれね、引かれそうになって、いやー危なかったの結構。ということでね、まあ何が言いたいかっていうと、この動画はまあ外歩くときみんな気をつけようっていう動画なんです。まあ危険はね、外は何危険がやってくるか分かんないから、周り全体こう確認しながら、まあ外を歩こうぜっていう動画です。まあね、ここ最近TV チャンネルもね、ちょっとおろそかになってきてるなって思って、久々に投稿するのがこれよ。久々に投稿するのがこのなんか愚痴動画みたいな感じで、なんかちょっとね、ちょっとあまり僕の気持ちもなんか嫌だなって思うんだけども、TV チャンネルも、アップしていこうと思う。なので、ゲームズと、TV チャンネル両方とも、頑張っていこうと思う。それではごきげんよう。